どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、ディズニー作品の曲、ヴィランズ編です。ディズニーをよく見る生徒さんはもちろん、そうでない方にも魅力が伝わるようにお話ししていきます。それでは授業を始めます。お願いします。はい。ということで、先週のディズニーの曲が好きすぎる編、それの、ヴィランズ編ですね。先週は、どちらかというと、華やかで明るい曲とか、テンションが上がる明るい、元気な曲を紹介していったんですけども、どっちかっていうと私は、今週の方が結構紹介のしがいがあるなというか、ディズニーといえば、ヴィランズじゃないのっていうぐらい結構好きなんですね、キャラクターとかとしても。ですので、今日もちょっとピクサーは除いて、実写版のオリジナルソングも除きまして、アニメ版のディズニーの、ヴィランズが歌っている、歌を紹介していきたいなと思います。ディズニーっていうと、女の子した曲が多いんじゃないかなって思われてるかもしれないんですけど、意外とそんなことなくて、悪役には悪役の曲が用意されていて、それが結構ね、かっこいいので、ぜひその良さを紹介していけたらなと思っています。それじゃあ、早速参りますね。まず一つ目です。ライオンキングより準備をしておけです。この曲を歌っているヴィランズは、現王様であるムファサの弟にあたるスカーというライオンですね。左目に引っかき傷があるのが特徴の黒っぽいね、縦髪のライオンなんですけども、で、そのライオンが、ムファサを倒して次の王様になるために、ハイエナたちと手を組んで、着々と、計画を立てていって、その悪巧みをする歌なんですけども、それが本当にかっこいいんですね。私の中で、ヴィランズって言って、まず一発目に浮かぶのがスカーっていうぐらい、スカーは大好きというか、悪役といえばみたいな感じなので、すごい好きなんですけども。で、何がいいってね、日本語版のこの歌は結構ね、悪さが引き立つようにアレンジがかなりしてあるんですね。そこがおすすめポイントというか、歌い節も、歌い方もすごいんですけど、サビよりも、サビもかっこいいんですけど、私としては結構序盤の、あいつをこの手で引きずり下ろすのだっていうところがあるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。あいつのね、いいと、引きずり下ろすのだーの音が、すごいね、ゾクゾクする感じで歌ってて、もうね、スカーの悪さというか、狡猾さが、すごくね、そのフレーズだけで、ゾクッとするぐらいわかるんですね。これが、ぜひ聴いてほしいなっていうポイントです。この曲、ハイエナが、時折出てくるんですね。序盤では、結構セリフが出てきて、ハイエナトリオが出てくるんですけど、その3人のなんかコントみたいなやりとりがめちゃくちゃ、ちょっと和むんですね。それをスカーが突っ込んだりするシーンがあるんですけど、それも含めてこの歌なんですけどね。そこが面白いのと、で、後半になるとハイエナたちが、歌に参加してくるんですね。で、王様万歳っていうセリフのところでまず入ってきて、で、その次にワンコーラスだけ、ハイエナだけがメインのところがあるんですけど、そこもね、歌い回しがかっこいいというかね、ハイエナが、ライオンの子分になれてちょっと嬉しそうな感じが出てるので、そこはね、本当にめちゃくちゃ好きですね。とにかくスカーがかっこいいので、ぜひ映像と一緒に見ていただきたいなと思います。はい。じゃあ、二つ目です。二つ目は、リトルマーメイドより、哀れな人々。です。ここでのヴィランズは、もちろん、アースラです。もう見るからにね、悪役という配色の太った女性のキャラクターなんですけども、タコですね。タコ。で、これはね、オペラ歌手の森久美子さんが、吹き替えをしてらっしゃるんですけども、なんと、アースラに似ているからという理由で抜擢されたそうなんですけども、もうこの歌は森さん以外には絶対に歌えない曲っていうか、ものすごくね、表現力が要求される曲なんですけども、もう見事に歌い切っておられて、
森久美子を楽しむための曲と言っても過言ではないぐらいに、とにかくね、もうショーなんですよね。一個のショー。ショーって感じ。アースラが、もうひたすらアリエルを説得するためにというか、まあ、人間にさせてあげるから、お前の美しい声を、私によこせっていう、まあ、悪魔のささやきの歌なんですけども、それがね、ただ脅すっていう感じではなくて、こう、アースラの、こう、自分の欲望のためなら何でもするみたいな。で、それを悪いとは全く思ってないっていう、もうザ悪役っていうキャラが、よくわかるように映像とともに、歌われているので、本編とともに必ず見ていただきたいなと思います。セリフもたっぷりあって、もう森さんの良さがすごい出てるというか、森さんとアースラの、その、相乗効果でキャラの良さが引き立ってるのかなって思うので、なんか悪役とかそういうの関係なくもう本当に森さんがやってるアースラだからもう見たいんですよね。この曲を聴くためだけに見てもいいっていうぐらい、いいです。まあ、アリエルが歌うね、名曲もたくさんあるんですけども、まあ、それに匹敵するぐらい、このアースラの曲はいいので、ぜひ、という感じです。はい。どんどんいきます。三つ目です。美女と野獣より野獣の歌です。これは、まあ、一応メインで歌ってるのは、ヴィランズのガストンです。で、ガストンといえば、序盤である、ね、すごいぞガストンっていう曲がもう一曲あるんですけど、あれはどっちかっていうと、まあ、コミカルテイストというか、ちょっと楽しげな感じでね、卵何十個食うみたいな歌詞があって、面白いんですけども、あれとはもう全くテイストが違って、もうとにかく殺しの歌なんですね。野獣を殺すためだけに、戦えっていう、みんなを鼓舞する村の人に呼びかけて、みんなで野獣を攻め入る。本当にそれだけの曲なんですけども、殺せっていう歌詞がものすごい出てくるんですよ。後半になると。攻撃性しかない曲っていう感じなんですね。もう野獣に対しての慈悲みたいなものはゼロなので、なんか、なんですけど、こう、恐怖に駆り立てられて野獣を殺しに行くっていう村人とか、そのガストンとかの、気持ちみたいなものがすごくね、リズムと、メロディーに出てる。八分音符がすごい続くんですよ。早い曲なんですけど、タッ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 タってすごい早めの曲なんですけども、サビに行くまでのメロディーの、流れがね、すごい、不気味な感じと、恐怖に駆り立てられているのを、こう、自分たちで歌うことによって恐怖を消し去るみたいな、なんかそれをやりながら、野獣の家を目指すっていう感じなんですけどね。歌詞とかは残酷ですけど、かっこよさは、随一かなと思うので、はい。ぜひ聴いていただきたいですね。ラストです。四つ目です。四つ目は、塔の上のラプンツェルより、お母様はあなたの味方の、リプライズ版です。前回の動画でも申し上げましたけども、ディズニーの曲には、リプライズ版っていう、まあ、アレンジしたやつがたまにくっついてくるんですけども、私がおすすめするのはこのリプライズ版ですね。で、この曲は物語の前半に蝶々で一回流れてるんですね。お母さんの、ゴーテルですね。このゴーテルがこの作品でのヴィランズなんですけども、ゴーテルが、ラプンツェルに対して、お前は世間知らずで甘えん坊なんだから、塔の中にいなさいってこう諭すような曲なんですけども、それを蝶々から単調にアレンジした曲が、このリプライズ版なんですね。で、同じメロディーなのに、ここまでおどろおどろしくなるのかっていうぐらい、ものすごく不気味に、あと、ちょっとゴーテルの怖さとか、本性が暴かれたっていうのが強調されるように出て、できている曲なので、ゾクゾクしますね。お前は置き去りよっていう歌詞があるんですけど、置き去りよのね、よーがね、すごいビブラートかかってて、もうめちゃくちゃラプンツェルを見下してる感じであったり、もう目力が半端ないですね。あと、で、一番最後に、泣いてくやんでも遅いのよっていう歌詞があるんですけど、それもすごい溜めるんですね。悔やんでもかな?もと、
最後の遅いのようがね、すごい溜めて言って、こう吐き捨てる感じで、ラプンツェルに言って、バッと消えちゃうんですけど、そこの、ゴーテルの凄みがすごく出てて、こんなに悪い女だったのか、お前はっていうところが、前面に出てるので、ここは振り切ってて結構好きですね。いかがでしたでしょうか？はい。またなんか、この作品についてだけ、授業してほしいとか、この曲についてだけ取り上げてほしいみたいなのがありましたら、コメント欄の方にお願いします。これからも好きを伝える楽しさを届けていきますので、応援の方でよろしくお願いします。それでは本日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。